どうも、ナメです。もうすぐ気づけば5月も、もうすぐ終わろうとしてますね。というわけでね、前回も紹介したんですけど、ラブライブ前回も紹介したんですけど、第2弾、ラブライブサッシーのユニットの第2弾が発売になったんで、買ってきました、早速。じゃじゃん。今回これですね。これまたね、英語読めない。今回のユニットは多分読めると思うよ。パソコンついた。多分ね、AZALEA でしょ。多分アゼリアって読むんだと思う、これ。ごめんなさい、キャラは相変わらずわかりません。真ん中の子は、なんとかズラっていうのは知ってる。妖怪ウォッチみたいだね。関係ないか。もう2、ね、早いね。もう2弾発売されましたね。この前、第1弾紹介したと思ったら、もう2弾発売されてたね。第3弾、確か6月8日だったんで、まあ、もうすぐって言っちゃもうすぐですかね、発売が。買ってきたばっかで曲は聴いてません。聞いた人いると思うんですけど、どうですかね。これから僕は聴こうと思いますよ。よし、ほらこんな感じね、パッケージ。ちょっとね、この3人が誰なのか書いてないかどうか、ね、松浦かなかな、合ってる。黒沢ダイヤと国木田花丸ちゃんかな、多分合ってるはず、名前。花丸ちゃんって言うんだ。でもこれ、花丸ちゃんって子がズラっていう子でしょ、こう真ん中の子でしょ。多分そんな感じだと思うんですけど。表紙に、こんなジャケットイラストね。あ、なんか出てきた。なんだこれ。前回も同じか。前回と同様にこんなちっちゃいシールっぽいもの入ってます。裏子ね。多分シールだと思うんだけどね。他は歌詞カードになってますね。ほら、2曲入っております。なるへそ。まあ、スクベス感謝祭も終わってね、なんかアップデート、夏にアップデートで完全にサンシャインもがっつり出てくるっていう話だったらしいんですけど、僕なんかまだちょっと実感ないんですよね、ぶっちゃけ言うと。やっぱまだミューズのままなんですね、僕は。はい。というわけで、第2弾買ってまいりましたけども、なんか、昨日見たらなんか売り切れになったっていう情報があったんですけど、僕が普通買いに行ったら普通に売ってたんで、多分まだ大丈夫だと思います。買ってない方はぜひ買ってみて、買ってね。店舗特典あるので、ぜひ買ってみてください。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ、もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。